群馬県庁舎は、群馬県の行政機関である、群馬県庁が入る建物のうち、群馬県知事及び知事部局が入る本庁舎である。群馬県庁舎は、前橋城の跡地にあり、県民広場を中心に、県庁舎、昭和庁舎、警察本部、県議会、群馬会館からなる公共施設の複合体を形成している。 毎年元日に開催される全日本実業団、大公駅伝競争大会のスタートゴール地点、閉会式会場にも設定されているほか、放送を担当する TBS テレビも庁舎内のフロアに放送センターを設けて中継の拠点としている。昭和庁舎は1928年に建設され、1999年まで県庁本庁舎として利用されてきた。 1996年12月に国の登録有形文化財となっている。県庁舎が登録有形文化財となった例としては初めてで、愛知県庁舎、静岡県庁舎、和歌山県庁舎、富山県庁舎、宮崎県庁舎、滋賀県庁舎、庁舎島根県庁舎などがある。2001年には昭和庁舎で第16回国民文化祭開会式が行われ、皇太子。 なる人親王が臨場した。ありがとうございます。